キードクトリー中川直樹さんで、築城10年、落城3日、こだわりあるウェブデザイン、やるからには本気で良いものです。よろしくお願いします。前回は長谷川さんの後のリバウンドだったんですけど、今回は最後の方ということで、やっぱりこうなかなか緊張するんですが、本日お話しすることというのは、ここにも T シャツにも皆さん書いてある、今日のタイトルなんですけど、ビジュアルドリブンのデザイン、ビジュアルドリブンデザインって何なんだろうって高野さんからお答えいただいて、ビジュアル、ね、よくデータドリブンだとマーケティングドリブンっていうことは、なんとなくウェブ業界だと話聞くと思うんですけど、そんな中で、ビジュアルドリブン、ビジュアル駆動型、ビジュアル中心何か考えてデザインという話の中、それぐらいの中、じゃあ何を話したらいいのかなと思ったときに、うちの会社で行っているデザインプロセスを多分話すのが一番ベターだなと。なんかこう、いつもはなんかもうちょっと大きな話をするんですけど、具体的に私自身もアートディレクターとして、もう約もう十何年、活動してますので、その中でそのうちの会社、アンティファクトリーという会社がどういうふうにデザインディベロップ、開発を行っているかということを、皆さんにその一つの手法としてお伝えできればなと思います。今日お話しすることは5つのことです。1、2、なぜあなたにデザインを頼むのか、好き嫌い、よしあしの軸、これはなんとなくそのデザインをしていく上での基礎となる部分。で3番目、4番目、ここが基礎のパートです。ブランドパーソナリティとサイトパーソナリティの考え方、イメージボード事例、この特にビジュアルドリブンというところで、今回皆さんに一番そのうちの会社の事例としてデザインをどういうふうに開発していくかというところでお話ししたいのが、このイメージボードの作成ということです。多分皆さんもルックアンドフィールだったイメージボードっていうのは、なんとなくそのデザインを作る上でクライアントに見せる資料として作られたとか、ある方も多数いらっしゃると思います。ですけど、なんとなくやっぱりどうしてもその時間がない中作ると、なんとなくパッと作ってこんな感じっていう見せることもあるでしょうし、省かれる場合もあるかもしれません。ですけど、このイメージボードをきっちり作ることによって、やっぱりその制作者としていろんなその要は可能性であったり、制作に対する可能性であったりだとか、あとウェブだけではない違うメディアに対する取り組みにまで足を踏み込むことができるというような、そういうことも、そういう可能性を踏まえた話をしたいと思います。あと最後5つ目は反省パークで、いいデザインの取り組みということで、うちの会社、なんとなくやっぱりそのデザイナーの人たちもですね、もちろんそのジュニアの人たちから、ジュニアの人かシニアの人、経験がない人からある人までいるんですけど、やっぱりその同一クオリティを会社として出していかなきゃいけないので、その常にデザインの振り返りをしてます。振り返りというのはどういうことかというと、ローンチをしてしまってるんだけど、まださらにもっといいデザインがあったはずだ、本来こうあるべきだったであるだとか、そういうようなものをですね、別にクライアントがお題をもらってるわけじゃないんですけど、社内のプロジェクトとして作り変えてみるということをデザインチームでやったりもします。そういうご紹介をします。会社としての取り組みです。はい。でまずその最初のパートなんですけど、基礎となるところです。1、2というところでいきます。なぜあなたにデザインを頼むのか。デザインに対するベースなるマインドセット。これ僕はよく常々言ってることなんですけど、クライアントというのはやはりそのなぜプロのデザイナーに頼むのか。当たり前の話なんですけど、最小限の予算で最大限の効果を上げたいから皆さん方プロに頼むわけです。我々プロに。ですから、まずその意識をちゃんと持たなければいけない。最小限の予算で最大限の効果を得るために我々に頼んでいる。でそれがその要はデザイナーに対する、まずそのベースとなるマインドセットであり、そこに対して3つの能力が必要であるということを基本的に伝えています。これはそのブラックデザイナーであれ、ウェブデザイナーであれ、またビジュアル普通になんかこう動画とかする人と同じ話だと思います。一つ目が情報設計の能力、ページの中のその構成的な話ですよね。二つ目、行動設計、ページを渡り歩いたりだとか、あとまあいろいろそのウェブですとウェブの特性としていろんなページ来たりします。そういうようなところをなんとなくそのユーザーがどういうふうに動くのかということをこう予測しながらのその行動設計、ユーザー次第の設計の能力が必要。そしてあと3つ目が、うちの会社で最もたるといいますか、とても重要視しているところなんですけど、企業ブランド理解の能力、そのやっぱり企業はどういうものを考えたか、どういうようなマインドで持って企業の考え方をしているから、どういう事例に押し込むのか、ブランドのやっぱりこう、きちっとあるものがあれば、ブランドにそのきちんと知り替えをした上で、ビジュアル開発をしなければいけない。そしてそのことを理解するだけではなくて、やはりそのデザイナーのやっぱり腕というところでの再現能力、まあ、これはもう本当にその、基本となるテクニックのところにもとても通じてしまうんですけど、再現能力をかけなきゃいけない。当たり前のことですよね。そして2つ目です。好き嫌い、よしあしの軸。デザイン開発における総合感の確認。この好き嫌い、よしあしという軸に関しては、僕、とてもこれ、会
会社の中でも常々デザイナーの人たちには伝えていることですし、またクライアントサイドに対してですね、よくこれをこちらの話はさせてもらってます。なぜかというとですね、どうしてもその本業の人というのはですね、デザインを個人の好き嫌いでどうしても変わってしまう。よく本当に大きな会社は別なんですけど、どうしてもその中小企業の会社の仕事をするとですね、デザインを好きな社長さんだとかがしゃしゃり出てくるという方はあんまり良くないですけど、社長さんがこう出てきてデザインああだこうだっていうふうに話をしだしてしまう。でせっかくその皆さん方そのプロフェッショナルの人たちがデザインを開発してるんですけど、いろいろその横やりが入るような形で、ああでもないこうでもない、本当はそのプロフェッショナルの皆さんとしてこれが正しいデザインだっていうようなことが分かっていても、なんとなくその要は上の方の何となく目の方からの意見で何となく変わってしまう。その時に大体そういう人たちというのはですね、自分はデザインのセンスもありそういうことが語られるだけに等しい能力を持っていると思いながらも、結果何となく好き嫌いで語っていることが多い。でそういうクライアントさんに対してですね、そのきちんとそのデザインディベロップ、デザインを開発するためのプロセスを理解してもらわなければいけない。でそのために必要なその3事項というのがここに書いてあることです。1つ目、相互間にデザインを語る共通言語があるか。この相互感というのもとてもポイントで、クライアントと制作者という話もありますし、制作者サイドの中でもプロデューサーとアートディレクターとデザイナーというこの相互感もありますし、クライアントの中でも担当と会社全体だったりとか、あとさらにその上の上司であったりとか、いろいろそういうようなこの相互感、いろんなことがその相互感における話です。そこにおけるデザインを語る共通言語があるか、これ後の方に出てきます。とても重要なワードです。2つ目、デザインの良し悪しの判断基準、これが良いのか悪いのかということを判断する材料がなければいけない。そして最後3つ目、デザインの決定プロセスが的確か。でこういうようなこの3つのことをですね、しっかりとそのクライアントサイドで言っておくことによって、一番最初のセッションの長谷川さんの基調からのところに戻りますけど、長谷川さんがそのクリティックとクリティサイズで話してました。批評と批判という話なんですけど、まさにその批評というようなものをクライアントとその デザイン開発をしていく上で繰り返していく。そのことによって例えばリリースしたのにクリティサイズ、要は批判があったとしてもそれに動じないだけのものを作る、論理不足で来てるし、そのきちんとしたプロセスを踏んでいるので誰もが文句がつけられないようなデザインになっている。そういうようなことがとても大切なんだと思います。で僕自身もいろいろその世の中に出ているその仕事で、ビジュアル的なものであったりだとか、まあ、もちろんそのグラフィック的なものであったりとか広告もそうなんですけど、いろいろそういうものを見ながらですね、やはりアートディレクターなりにいろいろ考えることがあります。どういうふうにデザイン開発されたのかな、どういうふうなこれプロセスだったんだろう、どういう考え方なんだろう。で当然のことながら我々もそのデザインを開発する側として制作者として、やっぱりもちろんその自分たちは正しいと思ってるんですけど、ですけどやっぱ実際その消費者に目に触れた時に消費者がどう思うかってまた別の話になります。で当然のことは一生懸命作ったものでも消費者がそのきちんとそこのところを理解してくれなかったら元も子もないと言いますか、やっぱり意味のないことになってしまいます。でそういうことを想像しながら世の中に出てるデザインってどうなんだろうとこう考えたりもするんですけど、そういう中でその最近ちょっと気になったものです。別に批判してるわけじゃないです。チェルシー1971年、僕1969年生まれなんですけど、ちっちゃな頃からそのチェルシーとか食べてたんですけど、最近ではパッケージがリニューアルされました、ね、45周年を迎えたパッケージ新、今までにない特徴と美味しさ、今までにないを体現し続けるという形でこのようになったんですけど、どういう意図があるんだろうなってすごくなんかいろいろ考えました。これもしかしたらコンビニエンスストアだとかで何かお菓子が並んだ時にやっぱり見栄えが重要なのかな、どうなんだろうな。だけどチェルシーというのはその確かスカッチキャンディーかな、スコットランドのスカッチキャンディーを元に作られた、なんかそういうなんとなくそのイギリスだとかそういうようなもののなんか伝統さを感じさせるような、なんかそういうようなキャンディーだったはずだと思いながら、やっぱ僕自身個人的な見解ですけど、このデザインって愕然とするわけですよ。昔の方が美しいじゃん、どう考えたらこのパッケージさみたいな、昔の方がなんかそのスコットランドの昔のそのスカッチキャンディーみたいな、そういう伝統となんか美しさであったりだとか高級さっていうかね、もうちょっと小さかった頃やっぱりこのもちろん高級なキャンディーの位置づけだったわけですけど、なんかそういうなんかこうなんていうんですかね、なんかご褒美でなんか買ってもらいたい親にみたいな、そういうキャンディーのイメージがあったんですけど、それがなんとなくこうちょっとこう見栄えが変わってしまったな、まあ、これはどういう意図があるのかなって、なんか正直考えながらなんかこのパッケージのそのリニューアルというところを見てました。でまたこちらもそうです。それこそ安久さんがインスタグラムのね、なんかアイコンを話しましたけど、まあ、僕自身もそのアイコンを変える、ロゴを変えるということに対して、まあ、いろいろその CI というところで、
まあ、社長が変わったりだとか、あと会社をもっと大きくしなければいけないから一新するような考え方をそのもう一回きっちり整理するっていうところでロゴだとかもちろん次第から変えていくんですけど、その中でこの Uber に関しても、まあ、トラビス・カラニックっていう、まあ、この社長さんがですね、あの、まあ、本当に今年の春先ですよね、これ変わったのが。もうこれ変わった時にはすごくなんか衝撃を受けたんです。あれ、なんか意外と逆にこれ iPhone として50ぐらい僕の iPhone に入ってるんですけど目立たなくなったんじゃんっていうような感じがとてもしました、この iPhone。まあ、ですけど、どうもこのUberのこのね、なんかこうロゴの変貌に関しては、まあいろいろそのいろんな記事が出ていて、やはりその社長が CEO の方がやっぱりこのすごくそのデザインの現場に入り込んでいろいろこう指示をして、なんとなくいろいろ物言いをした上でこうなったということなんですね。で、あのもちろんそのコンセプト的にはあのユーザーを中心に世界に広がるネットワークを表現、一番下の段に書いてありますけど、多分そういうことだったと思うんです。ですけどそれを政治化、まあ、そのつまりそのアイコンとして政治化させるときに、じゃあ本当にこれ良かったのかというところで、本当にやっぱりそのアイコンを作る上でのロゴを作る上でのスペシャリスト、あとその要はインターフェース、スマホのインターフェースだから置かれたときに2倍感になるだとか、そういうところをそのきっちりと、本来は多分デザイナーがいてちゃんとアートディレクターだろうけど指示はされてたんじゃないのかなと思いながらも、ここに落ち着いたっていう、なんかその人というところは、なんかちょっと個人的なところで言うとちょっと疑問に思ったっていうような、そういうようなこのあの CI の変貌でした。で、まあ、ここからがですね、今日本日のその肝となるパートなんですけど、この3番目4番目に関してはですね、ちょっとあの後日スライドで配ることができないパートですので、まあ、ぜひ、まあ、そうは言ってもね、あの手法というところを皆さんにあの伝えてるだけですので、まあ、なんとなくきっちり見ていただきながら感じていただきたいと思います。まさに僕自身が感じたビジュアルドリブンってこういうことじゃないのっていうところの手法 の一つの説明です、紹介です。ブランドパーソナリティ、サイトパーソナリティの考え方で、うちのアンティという会社なんですけど、デザインの開発ステップにおいてですね、まあ、なんとなくそれはウェブ制作だとか、まあ、そういうのものを頼まれるとですね、3つのステップを行います。基本的にはもちろん行えない場合もあります。どういうステップを行うかというと、まずその企業だったりブランドのことをそのもう一回そのちゃんと考えてみる、そのきちんと理解をする、ブランド定義、ブランドパーソナリティの確認というような作業を行います。でその次にイメージの共通言語化ということで、イメージボードの作成、ルックアンドフィルみたいなものを確認するためのものを作ります。そしてその次にやっとホームページを制作をするための準備に入ります。それを我々はその一つサイトパーソナリティという、まあ、その設定ということで、まあ、先ほどのコンセントの方々もですね、なんとなくそういうようなものをあの偉人化という形で、なんとなくそのようなペルソナみたいな形のような形でその、なんかそういう言い方をしましたけど、我々はそのサイトパーソナリティという言い方をして、まあ、その設定をしていきます。はい、でここでその要はブランド、その要はパーソナリティの策定、イメージボードの作成、あとまあサイトパーソナリティ の策定のメリットなんですけど、最初 のところでちょっと話をしました、あの本当にその共通言語、的確なデザイン決定プロセスであったりとかね、ここがすごく大事なのと、1番、クライアントと の制作側のイメージが共有できる、これは何につながるかというと、総合感のデザインを語る共通言語ができる、2つ目、理念や方向性をビジュアルで明確化できる、デザインの良し悪しの判断基準というのができてきます。で3つ目、社内外にアイデンティティを伝達できる、CIVI の浸透と確立、たかがホームページなんですけど、ホームページにここまで魂を込めることによって CIVI がこっちにその要は社外に対して浸透する、企業も大喜びです。こういうメリットがあります。で、あの、まあ、今ちょっとアボカドというようなものをあの例で一つ出したんですけど、ちょっと、ね、他社事例といいますか、ね、それもちょっとガバッと皆さんにお見せしたいと思います。イメージボード事例です。まあ、ちょっといろいろ心をぐらい持ってました。一つはこれイタリコという会社です。障害者のない社会、障害のない社会を作るというような、まあ、スローガンは本当にですね、あの最近上場されているこの会社さんなんですけど、人材育成の会社なんですけど、こういうような形でもちろんそのデザインディベロップの手法を踏んで本気で世界を変えようとしているソーシャルベンチャースペースを持ち主ということで、イメージボードを作成し、最後こういうふうになりました。二つ目、クロノバデザインという、これはあの内装業者さんのお仕事です。これも同じようにサイトパーソナリティを作って、こういうふうにホームページができました、イメージボードから。3つ目、これさっきのアボカドですね。4つ目です、エモーブさんという会社で、これは女性が自立した女性、もっとなんかこう行動的で実力もある自立した女性
生き方を見つけるみたいな、なんかそういうようなことをモットーとしている会社さんなんですけど、その会社さんのイメージボードを作成しホームページで作成したものですというようにですね、今もパパパッとなんかいろいろサンプル見せましたけど、イメージボードを作成すると本当にホームページのデザインに落とし込みやすいです。何度も繰り返すんですけど、手戻りがない、デザインに対してああでもないこうでもない、なんとなく違うだとか、そういうのはまずないということです。これと同時にもう一つは、そのホームページを作ったそのデザインの流れからいろんなデザインの発注を受ける可能性が十分にある、そういうことです。で最後です、リデザインの取り組み。でこれはどちらかというとアンティーパックというその、まあ、会社18年はほとんどもやって20年、今年19年かな、約20年ぐらい運営してるんですけど、まあ、基本はデザイン会社ですので、まあ、メンバーも変わる、世代もこう変わってくる、まあ、20年ぐらいやってるとですね、5年になんとなく一回りして人がなんとなく変わってきます。まあ上の人といいますかね、古くある人たちは変わらないんですけど、育っていく人たちみたいだとかで、なんとなく5年周期人がなんとなく変わってくる。ですけどやっぱりそのいつも変わらない味をといいますかね、やっぱりその人の会社のブランドというところをきっちりと企業さんに提供するためにも、やっぱり自分たちも常にエンジンかけとかなきゃいけない、社内の中で。ただ単にそのホームページを受注して制作するだけではなくて、常にその自分たちに問いかけて、自分たちのデザインが本当に正しかったのかどうなのか、ね、お金には全くならないんですが、そういうプロジェクトをしています。常に浪人されたプロジェクトを期間を経て見返して再デザインを施してみるプロジェクト、もっと良い形があったはずだ、本来はこうすべきだった、時間、予算の制約はあったけど、最後はちょっとなんかそういうような、 なんかこうサンプルを見せたいと思います。一つ目、早稲田大学大学院のサイトです。ビフォーアフターがこうあります。既にローンチしてるのが左側の、 サイトなんですけど、アフターというのは社内プロジェクトで、もう一回じゃあこれもっと本当はこういういい形があったはずじゃないのか、こういう風にしたらもっといいんじゃないのかっていうようなところを社内で独自プロジェクトとして行ってデザインを上げたものが右です。別にまだ早稲田さんに見せてるわけでもなんでもないです。リフォーは実際にリリースされたページ。何を書いたのか。トップビジュアルに関してはやっぱり動画にした方がいいよね。グローバルメニューはメガメニューにした方がいいよね。コンテンツはターゲットを絞って見せ方はもうちょっと整理した方がいいよね。ツイッターはカテゴリーにビジュアルをつけてもっと直感的にした方がいいよね。っていうような話のもと、ちょっと今やっぱ動画にしてみた方がいいんじゃないの？であったりだとか、あと便利に関してはやっぱりメガメニューにしようじゃないか、こちらはやっぱり便利だよねであったり、なんとなくそれはコンテンツレイアウトに関してももうちょっとその整理をして見やすいレイアウトにした方がいいよねとかね、なんかこれはあくまでもその要は我々がその時にそのデザインデベロップというのを怠ったわけではなくて、やはりそのいろいろそのクライアントとの制約の中、クライアントからの要望の中、いろいろもちろんそこのところでちゃんと決まった最大限といいますか、一番そのベストなものはもちろん出してはいるんですけど、だけどもやはり本来こうあった方がいいよね、なんかこういろいろその規則だとか、まあ、いろいろその規定はあるものの、それをもし破るのであればこういう方法もありなんじゃないのっていうところをなんとなくやっぱりその常にこう 見直しというかね、なんかそういうことをしてるんです。ソニーの頃、次はソニーの事例です。ムービーギャラリー、ね、これもやっぱり同じような形でやっぱりこういろいろ実際にリリースされたページあるけど、何かどういうふうにこうもうちょっと改善案があるだろうかっていうところを探っているものです。実際にリリースされたページはこんな感じです。これをもうちょっとこういう風にしましょうよ、斜めのラインを、ね、なんかこう対応することによってコンセプトに合わせたアクティブな印象アップ、ベースの色を変えてエリアをはっきり視認できるように、サムネイルの大きさを変えてメリハリをつけましょう。具体的にどういう風に変えたか、例えばそのタイトルの入り方なんかもやっぱりその躍動感だとかというところを出すために斜めの方がやっぱりもうちょっと効果的だったんじゃない、読める範囲でその斜めにするぐらいの方が勢いがあったんじゃないの。ゾーニングに関してもこうです。ちょっとこう斜めのこういうラインを入れることによって、やはりそのページをスクロールしたとしても同じような感覚を何となく得られるようにした方がいいんじゃないの。サムネに関しても同じ大きさの写真を何か貼っちゃったけど、やっぱここはやっぱり大きさをやっぱこう変えて、ジャンプ率って言いますかね、なんかこうそういうような躍動感みたいなのを含めた上で大きさを変えることでもうちょっとなんとなく見せ方っていうのが工夫できたよね。で次はですね、ごめんなさい、いきなり言っちゃいましたけど、次はリタリコというこのようなサイトのフォームです。フォームに関してもそのビフォーアフターというところで、まあ、フォームに関してもね、まあ、いろいろ本当にそのベストなフォームの作り方っていうのは常々皆さんも研究されてると思いますし、うちの会社でもそういうのも研究はしてるんですけど、まあ、やっぱりこれもやっぱりいろんな制約の中でいろいろこう作ってしまったものに関してやっぱりこうだったよねっていうようなものをもう一回こう、どうしてもそのコンバージョンでも大切ですので、
もう会社を作り変えるとするとどうしたらいいのっていうことをやっぱり考えるんです。実際にリリーさんのページはこんな感じなんですけど、もうちょっとなんかこう本来は例えばブルダウンだとかね、そういうようなものをもっとばらして一元なんかこうぱっと見でその要は何があるのか、どういう項目があるのかってことが分かるようにした方がいいし、あと追々なる工程に関してもそのステップだとかやっぱりそのきちんと分かった方がいいしみたいなね、なんかそういうようなこの要はこういうふうに改善した方がもっとよかったよねっていうようなことをやっていきます。いい、ね、ナビゲーションプルダウンリングエラーメッセージなんかもそうですよね。あの結構本当にそのあのコムに関しては絶対のそれは正解パターンと言いますかね、やっぱりベストな方法が必ずあると思うんです。あとはまあそれが本当にそこに実装できるかどうかってことだけだと思うんですけど、まあ、ただそうは言ってもその中で常々その限られた制約の中制限の中何がベストなのかっていうのをね、やっぱり常に考えることということがなんかこうデザイナーの明日につながるんじゃないのかなというふうに常に考えてます。ですということでですね、今日はちょっと40分というところでうちの会社の事例のみお話をしてきたんですけど、今日皆さんに一番伝えたかったのはイメージボードのところです、ね、イメージボードを作るプロセスというところをその一例としてなんか皆さんになんとなくこういうやり方があるんだな、こういうふうにしてイメージボードを作るとああ手戻りがないんだな、あこういうことをすると左脳と右脳派っていうところが両軸とも同時進行した上での解決するデザインなので、あ誰もが納得するデザインが作れるんだなっていうようなことを何とも事例として覚えていっていただければ思うでございます。今日のセッションとしてちょっと早いですけどありがとうございました。はい、ありがとうございました。